Broadcasting from Komiten Studios in downtown Fukuoka, ladies and gentlemen, Shunsuke Film presents The Talk Show. Oh yeah, coming at you on 77.7 Komiten, brought to you by Shunsuke Films and available on YouTube. This is The Talk Show! 始まるぜ、陽気にシャッターで特集へようこそ。皆さん元気しと元気しと元気ばよっかろも。いやー、やっぱうまいね。マックス博多弁バリバリやね。いやー、博多弁バリバリなのかわからんたいですけども、ってことは日本は14年、15年目ぐらいかな。ノワンで、その九州福岡しか住んでたことない。あ、じゃもうずっとから何が博多弁、何が標準語かわからんたい。あ、なるほどね。で逆に緊張するときはどんどん博多弁が出るみたい。でもちゃんと博多弁じゃなくて僕風マックス風博多弁になるんだぜ。なるほどね。でもこうね、外国人の方福岡にもたくさん住まれてますけども、博多弁こうやって喋ってもらうと親近感ね。嬉しい、すごく嬉しい。マジでね、あ、よかろうよかろうや。でもまあ博多弁ってことは、なんか楽しさはやっぱこちらの皆さんとなんか心をつなげる、近くを感じるって感じからね。でまあ、あの博多って言ったら大体狭かっちゃうね。そう、めっちゃ狭い。まあ博多区っていうかね。でもほら、あの博多弁とか、まあ福岡市内では通じるとか、まああの筑豊筑後では若干また違ってくるとか、まあいろんなのがこうミックスと。それはね、アメリカから聞いたら結構びっくりする、そこまでニュアンスがあるよ。筑豊弁とか、あのあれもなんかチャチャここからとかね、北九州ね、あのね、トムチご出身ね。僕はこっちです、福岡市ですけども、あのギラマツ北九州とかやってるとやっぱ北九州ならではのこう方言あるしね。あれやっぱ使うチャチャーギラゴーチャ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 使うよ、使う使う。いやでも博多弁はでもいろんな方言の中でも、あったかいよね。あったかい。ね、何が一番水筒？水筒。でも、なんとかやけんとか、なしおととか。ああ、なしおと。柔らかいでしょ？女性が使うと特に。そっか。あれは特に柔らかい。やけん。なんとかやけん。なんとかやけんね。まあ、あの、男性は大体もう、あげんどげん、すげんこげん言っとったら大丈夫。僕はね、あの、一番好きのはね、まあ、いろんなのがあるんですけども、一番外国人なら、覚えやすいのはバリバリ。バリバリね。バリバリ。なるほど。バリバリとか例えばチカッパイとかね。あのベリーを指す言葉っていうのはそれぞれあって、まああの地区の方に行くとガバとかね。ガバ。あ、ガバね。ガバたりしますけども、僕やっぱ僕もずっと福岡の中で育ってやっぱチカッパイとかね。チカッパは言います。言うね。あとやっぱマックスが言ったけど、あのよかよかよかろうものよか。よかろうもん。あれね、あの、よかという言葉の、あの、良さを再認識したのは、僕、大分に7年いたのね。はい。大分では、なんか、ことあることに、空悪い、空悪いって言うの。空悪い。それはそんなことしたらダメだろうっていう。うん、だから、マイナス、マイナスなの。でも、福岡は、まあ、よかよか。まあ、よかよか。今度、ちょっと違うね。プラスプラス。やっぱその、あの、ホークスの内川選手、あの、大分出身だから、あの、彼はヒーローになった時、結構ヒーローになるよね。大分弁で言うよね。大分弁で言う、全然わからんた。実は、僕の、まあ、彼女、大分出身から、おばあちゃん、なるほど。大分で、超大分弁で話すで、全然わからんた。真剣よだきのとか言うでしょ。そう。わからんやろ。わからん。よだきっていうのは、まあ、博多弁で言うところの、しろしとかそういう感じ。もうあのおじいちゃんおばあちゃん世代しか使わないような方言もたくさんあるけれども、本当でも本当こう博多弁って、よかなって改めて思いましたね。大分と比べてもね。たまにあれ、あのラジオとかやってる時でいろんなゲストが来るじゃないでしょうか。で、あのもうその博多へ陽気にしちゃったねとかいう時で、え？質問マークが出る。そうそう。この感じ何言ってるの？で、実はそれはここの方言だよとか思ってるんですけどね。じゃあこの方言博多弁知っと？ああ、何？えずか。あ、分かる。怖い？おお、グッ。いや、それはジェスチャーで分かったよ。ジェスチャーだった。えずいって昔言った、そういえば。最近はやっぱもうほとんど使わなくなったかもしれないけど、怖いこと。怖いこと。えずい。
そうか、エスか、言いましたし、あの掃除するときほうきを何するという箱が標準語ですよね。博多弁ははわくはわくはわく、うん、やっぱでもこれこれはあのね、この放送が初めて前から撮った、それとかもしかしたら今はスマートフォン確認するから、さらに調べた博多弁 .com とか見てるんじゃないか。メモメモ乾杯乾杯はいメモはわくって言って、どうしてかっていうと多分あの吐くっていうのはフロアっていうのと、うん、多分混同するから吐く。ああそうね、分かりにくいね。だからそれかも吐く後はね、泡盛飲んだらブレッとか自分で、ね、自分で、そう自分で礼儀正しいだからもうマックスマックス、レイシーマックス。じゃあその博多弁関係あるのチリクイズ問題です。はい、はい、チビチビチリクイズ、はい、博多から正解中で博多から一番遠いな島はどこでしょう。だから一番遠い島、はい、博多から一番遠い島、能古の島が一番近いよね。能古の島は一番近いですか、鹿の島は一番近いけど一番博多から一番遠い島はどこでしょうね。いや、ヒントはないよ。あ博多弁、博多弁のお伺いでどうぞ。今は博多弁を、博多弁をやってるね。遠い島は、バリー島。おやじがやかなみマックスが3 of them。 マックス3本立ちました。はいはいはい、これも鬼のね。いやー、うまいとこ言いましたね。バリ島、とかバリウマとかね。 The Talk Show。 でもやっぱあのいろんな言葉が方言もミックスされてるけど、今あのほんと今は博多っていうのはあのアジアのゲートウェイというかね、アジアに一番近い都市として注目されてて、まあそういうこう地の利というかね、はい、やっぱ土地のね良さっていうのもね、方言の良さとともにね、世界にちょっとアピールせんといかんじゃないこれ、うん、葵ちゃんどうすかアジアに向けて。めっちゃいいとこやけん、うん、福岡はもう韓国の人もおるし中国の人もおるし他の国の人もアメリカ人もいっぱいいるからすごいいいところ、うんうんうん、でそこすぐ行けるから韓国とか、うんうん、1時間ぐらい東京と同じぐらい近いね、うん、東京よりも近いやつけんね、シャイハイとかソウルとか、うん、だから私も一番最初に行ったのは韓国に行った。The Talk Show。でもあの葵ちゃんが言ったみたいに福岡っていうところはアジアのゲートウェイだし、そういういろんなあの方が住んでていろんな方が訪れている魅力的な街、あの例えて言うなら博多の画面にね、画面にねいろんなものが入っててもうぐちゃぐちゃしとうけど、ケイオスだけど混沌としてるけれども、それが That's the Asia、うん、That's 福岡、うん、オープンマインドであの港も開けてるし、はい、異文化も受け入れながらも自分たちをしっかりと持っている、うん、いやでも本当に近いやろ、うん、その電波も向こうまでに、うん、でちょっと最近はそのテレビの関係者から聞いたの、うん、ちょっと面白い話があったんですけども、うんうんうん、なんか冬のソナタとかそういう韓国ドラマは日本でも人気があるかったんじゃないでしょうか、うん、でなぜならまあ面白いドラマですけども、その60年代とかは韓国にはそういうドラマを作らんやったみたい。でも福岡でオンエアされた。でそのテレビの電波はそのプサンまでに届きました、ね、だから向こうのソウルのテレビ局の脚本家とかライターはプサンまでに来て、その日本のドラマを見てちょっとアイディアを書いて、それがちょっとパクってでそれは韓国のドラマのスタイルになります。だからその後で冬のソナタとか作って、うん、それはやっぱ60年代であの若い女性とかはもう今は素敵な大人になって、うん、それを見て自分の若い頃とか懐かしさを感じて人気があったみたいだから、そういうなんかもうループつながりがある、ね、じゃあもう次はあの冬のソナタの次は夏のどなただな。あれー結構滑った、結構飛んだよね今。いやートークショーね、トークのみだけで進めるという奇想天外なプログラムですけども、そうマックス、いやー僕たちちょっと喋りすぎじゃない、葵ちゃんも喋らないとね。あ、そうやね。ああでもあれあのそのね、近いのアジアといえばやっぱ向こうで活動もライフとかは海外でも
そう、この前は香港で歌ってきました。うん、どうだった？すごい良かった。本当にちょっと小さめのとこだったんだけど、でも香港の人たちがいっぱい来てくれて、握手会もしたし、ちょっと舞台の上で喋ったし、いろいろ取材をしてもらったり、テレビにも出たし、あと新聞社にもいっぱい取材をしてもらって、すごい楽しかった。で、向こうの香港とか海外のステージに名古屋を立った時で、ライブやった時とかはやっぱそのファンの皆さんとかのもうリアクションとか雰囲気は違う。ってことは私はね、あのその海外の私日本に来て、日本のお客さんの皆さんはすごくなんか礼儀正しく来て、丁寧に叩いて、でも間とかは結構静か、だから逆にファンになるね、その海外の私と。あの、アオイさんはどうですか？私すごいびっくりした。やっぱりいつもは日本の人ばっかりだから、確かにとても礼儀正しい、やっぱ静かにして聞いてくれたりとかする。でも香港の人たちはすごいライトを持って、ふーみたいな、お、あれみたいな、なんか AKB48 のなんかそういう踊りとかやってるみたいな。すっごいびっくりしたけど、でも逆にそうしてくれた方が海外に来たって感じがして、すごい良かった。で、向こうに行くのきっかけは、まあ、もちろん向こうでもファンもがいるんですけども、それはなんかゲームのテーマソングとか関係あるんですか？それはジブリが関係。ジブリね、やっぱりすごい世界的にもとてもスタジオジブリの映画は有名だから、すごいね。そう、2作目で「コクリコ坂」っていうものをやったんだけど、それで注目してくれて、行きませんかって言ってくれて。いやー、素晴らしいですよ。日本の誇る文化のアニメーションの一つと一緒にねコラボしたっていうのはすごいですよ。葵ちゃん代表だ、代表代表ですよ、葵代表だ、でもあのジブリって言ったら最近ね、あの展覧会もやってるし、まだまだね、日本でもビッグですし、もっともっと、じゃあ葵ちゃんも To the world Yes To the Asia 博多弁で、博多弁でユルピク、それ博多弁、違う違う違うか、はい、めっちゃ頑張る、はいはい、頑張ってください。 This has been TTS theTalk Show! YouTube を登録してください。登録してね、ホームページもチェックしてください。thetalkshowradio.com.com.com 一つだけですからね。はい。はい、ぜひウェブサイトもチェックしてください。はい、また次回お楽しみに。バイバイ。It's time to talk. The Talk Show. The Talk Show.この番組は俊介フィルムの提供でお送りいたしました。 The Talk Show のホームページ thetalkshowradio.com thetalkshowradio.com をチェックしてください。 YouTube からもエピソードが視聴できます。ぜひチェックイン out。